もっと聞いてね MBS。 今日は京都で取材をしていたという話をね、あの番組の冒頭でいたしました。私は京阪電車を使って、大阪のまあ街中から京都のまあ三条まで移動をしたんです。ですからまあ特急で行くことになりますよね。で、私あの別に鉄道マニアではないんです。鉄道ファンと言えるほどの鉄道の知識はない、何系に自分が乗ってるかという自覚もなくですね、車両に乗り込んでいて、鉄道ファンの皆さんにはあのお叱りがあるんじゃないかと、自分が何系に乗ってるかぐらいは自覚をすべきだと、まあ、そういうようなお声もあるかと思いますが、私はそれはないんですね。で、まあ、そんなことないと思うけど、で乗ってね、今日はまあ、たまたまですよ、朝起きたらちょっとなんかすっごく眠たくて、どうも眠いなと思って、昨日ちょっと遅かったのもあるけど、なんだろうなと思って、体だるいし、まあいや昨日電車の中で1時間ぐらいあるから、そこで、まあ、仮眠を取れば十分楽しく仕事ができるかなと思って、でまあ京阪電車で寝ようと思ったんですよ。で京阪電車の大阪の街中から乗ると、だいたい1両目、先端の車両が空いていることが多いので、1両目まで移動して、のところで待って、三角印、黄色い三角印の前で待っておりまして、そしたらですね、まあ、着いたんですよ。そうすると先頭の車両の本当にもう運転席の真後ろの席だ、もうものすごく景色がいい席ですよね、そこが空いていたもんですから、やったと思って、客席も空いてるし、まあ本来だったら我々アナウンサーみたいな人間は立たなきゃいけないんですね。これはもう世の中のために何の役に立つようなこともしてない我々みたいな人間はですね、電車の中で座るなんてことしちゃいけないんですけど、座りまして、ね、空いていたから、とても空いていたから座りまして、で座ったらですね、やっぱりさ、一番前だからしっかりこう線路が見えるんですよね。で最初地下鉄みたいになってて、地下をずっと走っていて、その地下をぐーっと出た時に勾配ぎゅーっと登ってって、たら、運転席の後ろにあるこの日よけっていうんですかね、あの地下を走ってる時は運転席の運転手さんが前が見えなくなっちゃいますから、後ろのライトでね、これをこう遮るためにこうカーテンみたいなの降りてるんですけど、これがあーっと開いて、おお開いた開いたと思いながら、そうするとこうなんかこう、はい始まり始まりみたいな感じがあるんですよね。で天満の駅をに着いて、でそこからまた通り過ぎて、ちょっとこう勾配をぐーっと曲がったりしてね、見てるとね飽きないんですよ。結構ずっと楽しく見ちゃって、で私は鉄道ファンじゃないから、その運転手さんが何て言ってるかわからないんですけど、その何か言ってんですよね、ずっとこうノーって言って、えい、よし、はい、しぽー、よしってなんか言ってるんです。なんて言ってるかわからない。私は全然勉強してないから、正確なのがあったら教えてください。ね、で、まあ、それを聞きながら、ああ、こういうこと言うんだとか思いながらね、あ、ここで止まって、ここで、あ、こう曲がってんのかとか思ってたら楽しくって、結局、三条まで眠れなくてですね、移動を楽しく過ごしてしまいまして、逆に妙に目が冴えちゃってですね、結果さ、あの収録は楽しく過ごしたというね、帰りの阪急電車はちょっと寝ましたけどね、アナウンサーは座っちゃいけないんですけど、ちょっと帰りもちょっと座りましてですね、座ってちょっと寝ておりましてですね、まあ、あのいい京都の取材ができたなと思ってるんですけど、移動中ってのはやっぱこう景色が見えると楽しいですね。今日のテーマはサブテーマに雑誌何が好きですかっていうのを聞いてますけど、さっきちょっと喋ったんですけど、あの飛行機に乗ると必ず雑誌が入ってますよね、前のポケットのところに。で、まあ、空の王国とかスカイワードでしたっけ、とかね入ってますよ。でこの空の王国を読むのが結構私たち出張族にとって楽しみなんですよね。でこれをまあ読んで、ああそうか、また沖縄の特集かと思いながらこう見るわけですよね。でああまた水牛がなんか牛舎を引っ張ってるんだなとか思いながらこう読んで、八重山やっぱり綺麗だなとか思いながら、CA さんのね、あの好きな地方のなんか話とかがコラムで2段階になってたりとかして、ああそうかこういうのが好きなんだこの人はとか、北海道に思い入れがあるんだなとか、こうまあいろいろ考えながら見ますよね。でまあ内容も確かにこうね楽しく読むんだけど、私が一番好きなページはですね、あの地図ですよ。日本列島が半分に分断されて書かれていて、そこに、各飛行場、各空港からどういうふうに飛行機が飛んでるかっていう、その航路がですね、ある程度まあ目安でしょうけど、こう直線直線でこうカクカク引っ張ってあって、で自分が飛び立った飛行
機のこの場所からですね、だいたい自分が飛んでいるところがどこかというのを窓の外を見ながらですね、ああここがこれがこれが和歌山ということはみたいなことを考えながら、ということは今こっち方向に飛んでるからこの航路だなみたいなね、これ南アルプスこっちに見えてるのみたいなこう考えながらこう飛ぶのがすごく私は楽しくて、特に東北地方なんか行くとあまり東北の地図をそんなにこうしげしげ見る機会って特に日本海側なんかあんまりないですからね、ああこれが山形県だ、この辺がやっぱ庄内だから、ああこうやって栄えてんだなみたいなことを感じながらね、見るのが私は楽しい。だから結構移動時間寝てないですね、よく考えたらね。なんだかんだで楽しく移動時間を過ごしてしまっている自分がいるんだなということに今日ふと気がつきましたですね。皆さんはどういうふうにこう移動を楽あんまり移動しませんかね。ラジオを聞きながら移動するのも多いでしょうけど、飛行機だとなかなかね、その大きいタイプの飛行機だったら機内放送があったりして、私大体まあ落語聞くか、まあ懐かしの歌謡なんとかみたいなの聞いたりするのかな。たまにうかつに J-POP とか聞いたりもしますけど、まあそういうのをこう、ジャズとかクラシック聞くパターンもありますよ。ありますけど、まあ大体こうね、落語を聞いてて、で大体オチの手前ぐらいで機長がなんか言い出したりするんですよね。あれ本当やめてほしいですよね。もうここからっていうところで言ったりする時は間もなくみたいなのが始まりますから、あれはね勘弁してほしい。昔あれそのまま流れてたでしょ、機長がアナウンスしてる間もうずっとそのままテープが再生、テープじゃないかもしれないけどずっと再生され続けてたんですよね。だから大事なとこが抜けたりして、間もなく到着しますのでしばらくお待ちください、じゃないちゃいけないだんだんちゃかちゃんちゃん、おやどういうオチだったんだみたいな時が結構あったんですけど、最近はそれが止まるように多分あれ苦情誰か言ったと思うんですよね、止まるようになりましてね、ちゃんと下げまで聞けるようになったんで、改善されてるなと、いうのを感じておりますね。やっぱり一度こう、ね、経営破綻に仕掛けたりするとやっぱいろんなところにサービスが行き届いたりもするんだなというような気持ちになったりもしております。さあ、ですね、まあ、皆さんからメッセージいただいているんですが、ウポウポさんからですねこういう、指摘が来ております。いつもありがとうございますね。私先ほど空の王国と言っていましたが、正しくは翼の王国だそうです。これが ANA 全日空の機内誌だということですね。翼の、正しくは翼の王国でございました。訂正いたします。JAL はちなみにスカイワード、こっちは当てましたね、こっちは当てたね、はい、だそうです、はい、どうしても訂正したくてメールしましたということでございます。いや全然ありがとうございます。ウポポさん航空関係にも詳しいみたいですね。そうですか、飛行機の好きな方ってのは本当にお好きですからね。ありがとうございます。こういうのをやっぱ教えていただけると大変嬉しいですね。ちなみにウポウポさんはイカロス出版の月刊エアラインという雑誌をよく読んでいらっしゃるそうです。